いは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 いってことは阪神タイガース勝ちました。イエイ。トラホートラホー、ちょっとタンがタン絡みましたけども、はいトラホー、はいヤクルトスワローズに勝ちましたね。はい、一回ね2アウトから満塁として昨日のヒーローの一人井上康太選手がヤクルト高橋奎二投手の初球をね見事レフト前へタイムリーヒット、2点タイムリーヒット、初対戦でね初球から行くっていうね。そしてこれまた昨日のヒーローの一人坂本誠志郎選手がセンターへタイムリーヒット、誠志郎誠志郎、はい初回から履正社コンビが打点を挙げて阪神タイガース3点先制。そして6回には大山選手が中押しタイムリーヒット打ちまして4対0、まあ、その4点を大竹耕太郎投手、石井大地投手、岩崎投手、そして最後はカイル・ケラー投手が抑えて4対0で阪神勝利。はい、まあ、最後にね、投げましたカイル・ケラー投手、本日4月28日30歳の誕生日おめでとうございます。はい、そしてね長坂選手29歳の誕生日おめでとうございます。はい、そして豊田博士選手26歳の誕生日おめでとうございます。3人一気に同時に誕生日でございます。めでたいめでたい日でございます。はい、はい、これで大竹耕太郎投手3戦負けなし全勝でございます。はい、ソフトバンクさんありがとうございます。そして今日もね大竹耕太郎投手とバッテリーを組んだ坂本誠志郎選手ナイスリードでございます。はい、完封勝利。はい、誠志郎6連勝ということで、未だ1失点2失点もうリードが冴え渡りました。特にね村上選手ね、ピッチャー石井大地投手の時か、外角ストレート最後ね外角ストレート見逃す三振気持ちよかった。ビッシーもうミットビシーってもう最高のフレーミング。もう打つ方でも坂本選手、昨日に引き続き2安打マルチということで、ちょっとね、梅野選手の方が、今ちょっと打撃の不調からと、まあ、リードの方もおかしくなっとると、まあ、岡田監督は言ってましたんで、梅ちゃんはちょっとミニキャンプやなと、まあまあ、梅ちゃんの復調を待ちながら、誠志郎にね、託してください。はい、いやもう阪神このスタメンにしてからねもう下位打線がねもう素晴らしいんで、井上選手、坂本選手、木浪選手、3人ともね打率3割超えということでね、まあもちろんね、規定打席足してへんとかねまあありますけども、下位打線で点が取れるっていうのがねまあめちゃくちゃでかい、うん、まあ言うてもね村上選手、ヤクルト村上選手今日もノーヒットに抑えました。これでこの間の甲子園ヤクルト3連戦今日のね、神宮での一戦、4試合、村上選手、ノーヒットに抑えてるということで、まあまあちょっと村上選手不調っていうのもありますけども、明日も明後日も抑えてください。はい、ちなみにね、明日はね村上対決が見れますよ。はい、どっちが本当の村神様か教えてやる時が来ましたよ。明日勝負に勝った方が本当の村神様な、うん、完全に今までの実績無視してますけども、はい、ということで明日も勝ちましょう。はい、村上頌樹投手明日もね無失点に抑えてください。お完全試合やったー。